前回の続きいきますね。ダムのある風景をやっていてですね、大都市になった瞬間にこのね、火葬場っていうのも建てたいところなんだけども、お金がどっさりと入ってきたんで、このタイミングを使ってですね、貨物列車を作りたいなと思うんです。前回ね、失敗したんですよ。この日に作ったらですね、線路がつながったのに列車が来ないというね、そういう現象が起きてしまったんですよね。でね、高速道路とね、直結させたいんですよ。直結ならこの辺がいいかな。
ますよね。で、ここはもう指定をね、かけちゃうんですね。で、それとは別にですね、ここに木があるわけですね。あ、ところどころに木があるわけです。とりあえずここに 木があるので、下の方どうなってるのか、ここら辺までずっと何やってたんだっけな、さっき。ここにね、新しいと、ちょっと時間を止めて、ね、新しい
水道が足りなくなった。水道Thank you.
ここまでということにします。では皆さん、さよなら、さよなら。